にちは。今日は月に一度行ってる美容皮膚科での動画をまとめました。美容皮膚科は銀座にあるダリア銀座スキンクリニックというところに行ってまいりました。そちらで受けたお手入れは、今回はピーリングと、もう一つは幹細胞の浄成器の点滴を受けました。ピーリングは PRX-T33 っていうものを受けまして、これはマッサージピールと呼ばれていまして、肌の上に優しくマッサージしながら薬剤を塗布してマッサージすることによって、ワントーンアップした綺麗な肌になることができます。1ヶ月に2回ぐらい、ベストかなと思ってます。やっぱ元気になるかな、あとなんとなくこう肌の調子もいいなって。だから女の人も人気あるし、はい、で男の人は結構こう朝元気になったりとか、なんか男の人の方が生理的にはなんか分かりやすい、実感しやすいみたい。もう許可が下りてて、これからっていうところで、幹細胞の培養して、まあ、戻す。おへその横とかぐらいの脂肪をちょっと取るみたいなんだけど、そんな切ったりとかもせず、ほんとちょっと取るみたいで、でその脂肪を、取ったものを、まあ、3週間かけて培養する施設に出して、で出来上がったものを、まあ、点滴で戻したりとか、まあ、注射したりとか、いろんなことをできるみたい。たるみを取る機械をメインに受けてきてて、サーマクールっていうのとハイフのウルセラっていうのを10年ぐらい受けてきてました。でそれでメンテナンス的に、まあ、トリニティってさっきの RF のやつ使ったりとか、まあ、こうちょこちょこはしてたんだけど、大きく毎年絶対やるっていうのがその 2種類、サーマクールとウルセラ、それがまあ効果あって、毎年続けたいなって20代からずっとやってるやつだね。赤くなってます。あでもちょっと、まあ、ピーリングだからなんかヒヤッとヒリヒリするとこもあるけど、肌が薄いとこはね。でもこの後ちゃんと拭き取りするので痛くないかな。ありがとうございます。全然大丈夫。顔の赤みはどれぐらい引くんでしたっけ？顔の赤みはピーリングでしたらその日のうちに引く方がほとんどですね。個人差はございますが、顔向けも起こる方と起こらない方といらっしゃいます。点滴だけじゃなくて注射もご用意しているので注射ですとだいたい15分ぐらいで終わるので、もっと急ぎな方は、はい、急ぎの方は注射で仕事前とか、はい、時間ない時に。
最後顔全体拭き取りいたします。今日の手入れは簡単なピーリングだったんですけど、まあ点滴もやって体調いいと思ってます。すごいツヤツヤになったんだけど大丈夫？肌どう？光がさ反射してるんで、ね、今触ったらすごいツヤツヤで、ことが思う小鼻の周りやってよかったな。ここを本当普段化粧品まあ下地つけてもね、ちょっとなんかボコボコに引っかかって滑らかにつかない時があるんだけど、ここを重点的にさっきこうやってもらってね、この鼻の下とかすごいこう触ってて分かる、滑らかになってて、こんな感じで月1回やって肌の表面をこう整えるのをクリニックでやってます。最後ちょっと家で切れた化粧品を買い足そうと思います。これが今結構人気があるゼオスキンっていう化粧品で、これの、日焼け止めになります。すごいねナチュラルな色でとってもいいんですよ。で簡単に出るし、こんな感じで SPF30 で 30ml なんだけど、これ肌に顔に塗った時に全然白くならない、すごいサラッとして馴染みがいいな。もう化粧水とか乳液塗って、で下地塗ってこれ塗ったらもう完璧。これほんとすごくいい。ありがとうございます。